ODA みたいなことを金出す、それが金出さない、ミャンマーに対して。特にこの、国民 ID 制度について、誰をカウントするとか、誰をカウントしないとか、そういう、そういうところに関わってきちゃうからですかね、直接。よくわかんない。今、もともとさ、ミャンマー政府ってロヒンギャの人たちって、国民に入れてないじゃんね。だから、国勢調査もしてないんだよね。かなり、何百万人っていう単位で人口が変わるっていうと、なんか前やりましたよね。だから、ロヒンギャっていう、ウェイス、項目がないんだよ。だから、自分たち、海外のさ、民族を入れるところが、絡みがないんだよね。そうそう。それで何、なぜ世界憲法をそのミャンマーに支援をやめたの？ロヒンギャのエスニッククレンジング？ねえ。まあ、それはそうだろうね。それは納得できるけど。だけど、その後俺、調べてないけどさ、あれどうだったの？アウンサンスーチー。おばさんに。おとといですね、アウンサンスーチーさんが、まだ憲法上大統領になれないので、代わりに指名した方がいるんですそれ、当時やめるって言ってなかった？けど、昨日おととい、そうですね、辞任されるって発表がありました。で、アウンサンスーチーどうしてんの？最近。おばさん。なので、多分、それは痛手になるでしょうし、そうせざるを得ない状況に追い込まれてるっていうことは、あんまり良くないんじゃないですかね。でも人が変だよね、あれね。やっぱ変だ、おかしいよね、人ね。どう考えてもね。めちゃくちゃおかしいよね。大統領なんでやめちゃうの？なんか改善してなんか70歳ぐらいで健康問題がみたいな感じで書いてありますけど、それだけじゃ絶対ないと思うんですけど。今度はさ、ペルーのクチンスキーってあげたけど、あいつ80だからね。あれ、クチンスキーはなんだっけな、汚職かな。で、やめたんだよね。で、人なかなかちゃんとしたスピーチをする、まともなこと言ってたんだけど。ケイコ・フジモリよりね、まともな内容だったから、あ、これじゃしょうがねえなと思ってたんだけど。汚職かな。で、今度、ミャンマーより問題なのはペルーだよね。ペルーは、またケイコ・フジモリが立候補するんだけど、間違いなく。彼女勝つんじゃないかな。議会では半分以上彼女の派閥の方がね、パーティーは、議員がいるから。ペルーはね。で、フジモリは、親父は看護科出るでしょ。だけどね、話戻してミャンマーってどうなっちゃうのかね。なんかちょっと、なんかいろんな施策が十分に進まないような感じがします。やっぱり新政権と軍部の対立構造っていうのが至るところで、他のプロジェクトでもやっぱり、新政権の流れを組むところと、その一方でやっぱり、旧政権の流れを組む人たちがまた別に動いてたりして、軍部が管理するっていうか、独占する領域決まっててさ、もちろん軍事と、それからあと少数民族の管理と、よくなんかだって、3つか4つ軍部が専属でね、主導権持ってるんですよ。3つか4つ、どれだか忘れたから、あともう1個なんだっけな。で、あともう1つ、アウンサンスーチーの党っていうか、政権取ったグループは、
やっぱり、あそこ、ものすごく軍部がずっと何年も管理してたでしょ？うん。だから、その政治家に、経済を運営するとか、そういう政府を運営するスキルを持った人いないんじゃないの？だからですか、まあそううん、だからこんな人になる。そうですね。まあ、いろんな新しい取り組みを始めようとしたときに、そのオーソリティとか、まあ、新しい取り込みをするコミッティみたいなところに人をこう置くわけですけど、やっぱりそういう経験は国としてまでなかったので、そういう知見を持ってる人材っていうのはそれほど適材適所に置けないっていうなんか問題があって、全然畑の違う人を置かなきゃいけなかったり、うん、ある組織では、トップではないのに、違う、その組織のコミッティでは、その元の組織の上司よりも上に立っちゃってたり、なんかそういうこう入れ子の状態になったりするときも、なんかあるみたいですね。で、うん。うん。それそうですね。それで？で、まあ、すぐに始め、まあ、もう一つはですね、その、現地側が、こう、しっかり体制を整えられてないっていう、まあ、課題はあって、うん、まあ、すぐに資金がつけられないとか、うん、まあ、数字上あるものの、やっぱりそういう状況に現地があるっていうのを、まあ、しっかり把握した上で、うん、とか動いたときに、誰にどういうふうにアプローチすればいいかっていうのは、それなりにやっぱ知ってないと、うん、まあ、出遅れてしまうんですけど、まあ日本だけじゃなくて、やっぱり韓国とか、フランスとか、ドイツとか、うん、まあそうした国の企業も来てるんですけど、うん、ちょっとやっぱり日本は、まあ分野によると思うんですけど、うん、私が見てる範囲だとちょっと出遅れてる感じがしますね。なんで？ベトナムの会社、はい。何聞いたの？ヤンゴンに。あ、二日ですね。で、また来週戻ってきて、二日いる感じです。で、ベトナムの会社も出てきてるんですけど、うん、そのベトナムの会社の方がずっと、内情をよく知ってるっていうか、現地の状況を把握して、次にどんな動きが出てくるかっていうのもよく知ってますね。これわかんないね。ベトナムの人ってさ、ヤンゴン、ミャンマーって もちろん言葉違うんだろうけど、彼ら英語でやってんの？そうですね。英語でやってるはずです。言葉は全然違うので、うん、昨日会った人は、もう5年こっちにいて、へぇ、すごいね。そうですね。で、なんか財務省のデータベースのシステムとか、あと、銀行間の決済をこう、コントロールする、スイッチングシステムがあるんですけど、うん、それを、その現地の金融のオーソリティと、共同運営して、レベニューシェアまでしてるって言ってました。あ、すごいな。はい、すごいと思う。まあ、金額はそんなにまだ、10億円いくかいかないかですけど。まあ、彼らだったらね、そこそこなんだろうけどね。うん、はい。やっぱりそういう実績を、まあ、作っているので、うん、こう若干政治的にセンシティブなプロジェクトの動きなんかもそれなりに掴んで、うん、いろいろ準備してましたけど、まあ、日本はちょっとそういう意味では少し見劣りするような感じがしますね。でもさ、日本政府ってさ、ミャンマーにさ、結構一生懸命さ、なんていうの、無償供与してんじゃないの？いや、そのはずなんですよね。日本、ミャンマー協会もあって、うん、結構一生懸命活動されてると思うんですけど。うん、あとさ、俺んとこ、メールでいつも聞くけど、ミャンマーなんか民間団体があるの知ってる？民間団体ですか？うん、その日本、ミャンマー協会、友好協会とかでは。あ、違う違う。知らない？
僕のメール来るけど、俺気がつかないが、関係ないから寂しい。検索できない。あ、検索できない。検索できないんだね。このパソコンの検索システムがあるんだけど、メールのね。これ今いっぱい出てきてるんじゃないですか。これ全部違うよ。あの、ミャンマーで検索できてないの。え、これミャンマーじゃないですか。え？違う違う。あ、違う。これ、こんな感じ。これだね。あ、これだ。これ、ミャンマージャパンって、セダって。ミャンマージャパン。これが1月22日に出てる新しいのあるんだ。毎月来るんだ。ミャンマー支援者、従業企業の支援者って、これやってるんだ。これメール、とりあえずこれで、これだけ送ってあげようか。あれ、どうやって。ああ、どうやってやるかわかんないけど。これを送れば、あと送れるのかな？送れないのかな？送れない。あ、送れるよね。アドレス書いてあるよね。この、頼んでもらったら、はい。俺にも送ってくれって。何て言うかわかんない。日本もやってはいるんですよね。まあ、ヤンゴンの、環状線がやっぱり線路がもう老朽化しててスピードも出ないしみたいなのがあるんで、そのリハビリテーションの支援をしたり、ティラワーっていうところに大きな工業団地作ったり、まあやってはいますけど。お、思い出した、タイにさ、俺の前に、俺の友達がさ、はい。誰かじゃなくて、誰かによるよ。誰か。うん。のりこ、何のりこって言ったかな。で、彼、ミャンマーにさ、はい。3年ぐらいいたんだ、彼女。もちろん、専門環境なんだけど、うん。いろいろ知ってんじゃないかな。今ね、タイに赴任して、タイであと2年ぐらいいる。あ、タイにいるんですか。うん。ああ。そこを振り終わって。で、3ヶ月で日本帰って、まだ戻ってね。何のりこしたくない？あ、じゃあ、ジャイカのオフィスにいらっしゃるんですか？俺、前紹介してなかったけど、あなたに。あ、そうだよ。タイの。はい。どうしましょう。しなかったって俺。あ、桜井のりこだ、これ。こいつ。本当だ、タイ語で書いてある。これさ、あなた、紹介しなかったっけ？いや、まだあった。あれ？誰か紹介したよね？誰だ？私は環境だからよく説明できませんけどって。お前紹介したんじゃないの？そうでしたっけ？あれ、うん、だとしたら、桜井さん。ほら、これだよ、ほら。これ俺がバンコに行こうと思ってるけど、今日は。そうか、いや、うん。これだよね。これだよ、ほら。彼はバスの交通システム。あ、これだから、うのさんと桜井さんでやりとりしてるんですね。うん。僕、あなたに紹介したよ。私、女性ないからわかんないけど。これ、消化して、だから、メールしたと、メールしたと思う。してない。多分、
ただいてない。いただいてたら、いや、それこそちゃんとご連絡してるはずですね。これさ、どうやってやらないんだよ。これとサプライのメールアドレス。わかるかな、ね、ああ、出てきた。これそうだ。英語。なんていうの、スイカかな、スイカの分かりやすいかな。ああ、そうですね。あと、国民 ID カードのシステム。このパソコンの変換ばかりなんだよ。一応だから、なんか、メール送ってくれ。ありがとうございます。彼女だから、あとこっちに単位2年ぐらいいるのかな。年はあなたと同じぐらいかな。もうちょっと43かな。うん。じゃあこれビデオ見るからね、エジプトの。お願いします。で、これがね、最初のアラブスリーが終わってさ、で、エジプトが自由選挙やる。モレシが当選した後、その後、今度は、国防大臣シシがね、モレシ政権を批判して、で、それを倒すって、そういう話だね。まあ、難しい単語なんか短いね。もう次のインサイドストーリーをこれちょっと、話がね、これ優しいね。うん。多分、途中までこれ見たんだけど、もう一回最初から見る。Took to the streets to demand the resignation of President Mubarak after nearly 30 years of authoritarian rule.The idea was that people after the Friday prayers would march to Tahrir Square. We prepared for a lot of violence, and like in the back of your mind, you were thinking that this might be a day that you might die. Sharif Azir is an Egyptian human rights activist
who played a crucial role in organizing protests against Mubarak. The protesters were cheering, peaceful, 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 and it was like one of the main cheers whenever the police even stopped to attack. Sharif had his camera with him and took these photos. After hours of intense battle, the authorities retreated, allowing the protesters to march onto the focal point of the revolution, Tahrir Square. They surrendered to us. Like, I personally had like 20 soldiers just give themselves in. Sharif and the other protesters continued to apply pressure on the government, occupying Tahrir Square until the 11th of February, when the vice president announced that the Mubarak regime had fallen. あ、これ、ムバラクが倒れた時の映像だな。うん。で、さっきの、お兄さんとかおじさんが、反対、ムバラク政府を崩壊させようとした、リーダーみたいね。まあ、こうやって見てみるとあれだけど、まあ、だけど、今から思えば、ムバラクの方がまたよかった。This was the moment of maximum euphoria that I felt in my life, is that there is actually something happening and we really made a change. The Economist reported that the last time Egypt's army took over, it abolished pluralist democracy. But Egypt's people appear broadly confident that this experience will not be repeated. The hopes of the protesters were raised by the first multi-party, multi-candidate elections in the country's history. In 2013, the army led by Abd al-Fattah al-Sisi staged a coup.これは話が飛んでんだよね、ここで。さっきは2月11日のムバラクを崩壊する前の話で、これはもう話飛んでて、国防大臣シシがクーデターを起こした話だよね。Current regime could not be further removed from the demands of the protesters 6 years ago. The human rights violation under the Sisi regime is much worse than. うん、ほら彼だから反省してるでしょ。戻すと。The human rights violation. ほら。Much worse. Under the Sisi regime is much worse than what it was under the Mubarak, which is something that we never expected. Sisi を倒して、あ、じゃなくて、モルシを倒してシシが大統領になって、で、シシってさ、日本に来てんだよね。で、何やったの ?In the year that al-Sisi took power, the Economist reported on the arrest of one of the most prominent protesters. Ala Abd al-Fattah most recently fell foul of a new law that places strict limits on the right to protest.Smuggled out from his prison cell. These are Allah's words on the current state of Egypt. Egyptian prisons are a catalogue of violations of detainees' rights. So just the fact that I have not been tortured means that I am better off than the great majority of prisoners. これさ、6万人、逮捕して、監獄を送ったっていうけど、疑問があるのさ、そんなに収容できる施設があるのかね、実際。何収容、収容する場所ですか。ないと思うんだよね。どうしたのかね、こうやって書いてあるけど。殺しちゃったのかな。殺しちゃったんだろうね、きっと。あんまり聞かないけどね、どうしたの。
The revolution has been defeated and everything is ruined. The clique that is now in power is attempting to control every aspect of public life. This endeavor is doomed to failure, but the price is the devastation of people's lives. うん、こうやって言ってるけどさ、結局、ブラザフードってムスリムブラザフードって結構過激派みたいだね。それで、軍部がやっぱりまずいって戻そうとして、で、鎮圧したんだけど、ムバラクは倒しちゃってるから戻すわけにいかないし、まあ、ニューコンニックリフォームって言ったけど、結局、うまくいかない。As the military tightens its grip on the Egyptian people, the freedom that was fought for during the revolution is further away than ever. If we are talking about the slogan of the revolution, bread, freedom and social justice, I think we still have many years of fight to achieve this. あ、これエコノミストだ。まあそういうことですよね。で、このビデオを出したのは、ムバラクっていろいろ悪いことやったみたいなんだけど、あんまり調べてないけど、アラブの春から調べてもあんまり調べてないけど。で、間違いなかったら前より悪くなったんですよね。うん。タイの軍部と比べてどうか俺よくわかんないんだけどね、これは。どうやって考えたらいいのかな。やっぱりまあ、アラブの春が一番、こう、民主主義ってアメリカが守ったり、いろんな、なんていうのかな。シリアなんか間違いなく、シリアとリビア間違いなくアメリカの CIA が関与して、政権倒そうとしたんだよね。あれ、この、ムバラクの時もそうです。ムバラクはね、俺ね、ムバラクってもともとアメリカが支援してたから違うと思うんですよ。エジプトは。うんエジプトはね、シリアとね、シリアとリビアはアメリカ、反アメリカだったから、間違いなくアメリカ倒そうとしたのね。だから CIA 使ってさ、で、そうやって、なんていうか、向こうのデモの中にさ、まあ傭兵だと思うんだけど、そういうのを、紛れ込ませて訓練した人たちに、銃持たせてさ、反乱を起こさせちゃったんだよね、きっと。うん。政権倒したんだけど、エジプトは違うんだよね。ムバラクってそもそもアメリカ支援してたから。で、ただ、アメリカっていうのは民主主義国家っていうか、アメリカの国益に、なるような、ことをずっとしてるから、対象のそのエジプト政府が何主義であろうと関係なくね、アメリカに尻尾振る人は、援助してきたっていう、そういうふうな、経緯はあるんですよね。だから、ムバラクがそうだったのね。で、結局、ムバラクの、要するに国民っていうのはね、もう判断難しいんだよね。国民ってのはね、そういう意味です。昔から無知だって言われてるようにね、今の生活の不安、例えば、ムバラクの時は、確かここ、エジプトだと思うけど、テレビ放送、食事の、例えば、豪華な食事とか、そういうふうな、こう、贅沢な放送って禁止されてないかな、ムバラクの時代は。要するに、国民体に対して、こう、貧しい生活を、ムバラク政権が強
表彰するようなこと、かなりその、そういう意味ではその先制国家、あんまりひどい先制国家じゃないけども、それなりにその統制政策をやってたんじゃないかな。だから、国民がそのアラブの春で、これを機会にっていうんで、政府を転覆しようとしたんじゃないかな。で、まさかアメリカもそうだけど、その、イスラム教の教徒が、イスラム同胞団が選挙で勝つと思ってなかったかな。なぜ勝ったのかっていうとね、イスラム同胞団ってムバラクの時は禁止されてたのね。だけどね、要するにその、地方っていうか、ルーラルエリアっていうか、かっこ、浸透してたのね。何年も、共産党みたいに。じゃあ、アルカイダ、アフガニスタンのアルカイダと同じような感じ。うん、タリバンと一緒。あ、タリバン。うん。だから、その、絶対的な、国民の信頼っていうか、いわゆるその、共産党員って減らないでしょ？うん。ああいうふうな組織をしっかり持ってた。だから選挙して勝っちゃったね。うん。だけど、その、モルシが勝って、結局、モルシがやっぱりその政治を握って、国民がね、ちっとも良くならねえじゃないかって言って、で、しかも、イスラム教、今まではどちらかというと、エジプトそんなにイスラム教、セキュラーっていうか、宗教色なかったような気がするんだよね。それが、むしろ、イスラム教っていうのは、民主主義じゃなくて、まあ、イスラム同胞団の場合は多分、サウジアラビアに近い、ワハビに近いんだと思うんだけど、うん、結構厳しい管理をするんですよね。うん、酒飲んじゃいけないとか。うん、でそれやっぱ今度国民が反発したんですよね。で、軍部はやっぱり、これまずいって言うんで、国防大臣が政権を、モリスを倒したんですよね。そうすると一度政権取ったムスリム同胞団はその後弾圧されたら抵抗しますよね。でも徹底的に抵抗、というか徹底的に弾圧したんですよね。6万人捕まえたから。うん、幹部は処刑しちゃったんだ、みんなね。うん。500人か600人は処刑しちゃったんじゃないかな。だから、トルコはそのムスリム同胞団を支持してたのね。うん。エジプトの。エジプトはトルコって仲悪いはずだよね。だけど消しちゃって、だから軍部がなって。で、軍部は確か選挙するとか言ってたような気がするんだけど、いずれにしてもする気配ないんだけど、獅子がやってんだけど。タイもそうだけど。結局、経済がリカバーできないってことは、やっぱり国民が相変わらず、というか、ムバラクの時より多分貧しくなってるはずなんですよ。うん。だけど、軍部だから、クーデターを起こすのに反対勢力って今、エジプトないんじゃないかな。うん。で、ここで、なんていうかな、僕なんか教訓が得たのは、今の状況がまずいからって言って、それを良くしようって言って、必ず良くならないっていう。そういうことってやっぱあるんですよね。だから改革、それどういう、うん、まあ、そうですよね。それ、いろんなところにあると思うんですけど、その良かれと思って、現在の体制を変えたところが良くならないっていう場合は、なんでそうなっちゃうんですかね。どういう。僕は何が起きてる？よく一般大衆の意見って言うじゃないですか。うん。これ危険なんですよね。うん。例えば、ムバラク悪いっていうのはそれは悪いんですけど。うん。じゃあ、その、何がいいのかっていうことはやっぱり大衆とわかんないんですよね。うん。例えば、安倍政権悪いって言うんですけど、何が悪いのかって、じゃあ、森なんとか学園のね、やっぱりその、奥さんがやったことが悪い、だから安倍が悪いって。そんなことどうでもいいことなんですよね、僕に言わせれば。でもそれで悪いんですかって、国民はそれ悪いって言っちゃうんですよね。うん。
で、結局安倍政権を倒したんですよね。うん。それはね、あんまり、いや、言えませんけど、間違ってるんですよね、それね。うん。麻生さんは立候補。で、麻生さんは例えば、公的文書をね、その、削除するように指示した。そんなことは、まあ、僕から言わせれば、その、あの、対処交渉の、その、国家どうのこうのって話からしたら、それは、確かにその、汚職とか、ブライブとか、その、それに旅するね、あの、信頼関係の問題もあるんだけど、うん。でも、国をどうするかっていう議論の中で、そういうスキル持った人を、それでもって、仕切りを下ろしちゃいけないんですよね。うん。だ国民とはそういう、だ民主主義やってると思うんだけど、あの、by the people っていうのは非常に危険でね。うん。で、僕はやってて思ったんだけど、いっぱいが、あの、アフリカとかやったりさ、今中南米やって、あの、やっぱりね、by the people ってすごい危険なんですよね。とんでもないとこ行っちゃうんですよね。うん。だからそれをね、あの、みんなどうしてるかって、選挙をごまかして、先制国家の、にして、自分が当選して大統領になって、で、国家を維持してる。それは、彼ら国民がバカだから、みたいな、そのノリでやってるわけですよね。うん。で、あながしそれはね、指定できないんですよ。まあ、ベストではないけど、あの、ワーストになるよりはまし、ずっとマシだと。いや、そうじゃないんですよ。あのね、あの、アフリカなんか国民はそもそも教育になってないし、うん、まあ、日本みたいな教育であるところでも、あの、国民自身がその、政治はどういう方向に持っていったらいいかなっていうのは、うん、基本的に関心持ってないですから、うん、だからそういう人たちの意見っていうかまあ、今の日本のその国民のその政府に対する攻撃してるね、あの、支持率30何パーセントが下がっちゃったっていうのは、僕から見ればどうでもいいようなことで下げてるんですよね。うん。で、それをだから、あの、まあ、自民党一党独裁だから、自民党一党独裁の中でまた、石破さんみたいな人を総理大臣にしようという動きをしてるんだろうけど、そういう人たちが、また水面下で動くんだろうけど、うん、でも僕は、あの、今回それでもって安倍政権を倒そうっていう理由にはならない。うん、アフリカの場合だったら、その、選挙をごまかしてね、だから自分は、投票数をごまかして、アメリカもそうですけど、自分が当選する。自分が当選すれば国をよくできるっていう、そういうことなんですよね。もう悪くしてる人もいるんですよ。あの、このさっきのビデオで、シシが言ってたように、あの、より良い、その、スタビリティには、ハーシュ、弾圧が必要だと。軍隊の弾圧ね。あれもね、現政権を倒してより良くするためには、一旦その凹んでしまったり、あの、縮こまってしまうような時期がやっぱり必要で、それを乗り越えなきゃ、あの、本当にいい姿にはなれないんだっていうその主張も一方からありますよね。でもね、それはね、あの、基本的に嘘なんですよ。嘘なんだ。みんな嘘なんだ。それね、嘘なんだ。それはね、そういうふうに言うんですよ。みんな同じこと言う。うん。例えば、独裁政権の経済なんか全然見ないね。うん。ムカベみたいなやつもそういうこと言うんですよ。うん。まともなこと言うんだからね、気をつけなきゃいけないのは、大統領とか首相がね、かっこいいこと言うわけですよ。そうするとね、うん、インタビューでもそうです。演説でもそうですけど、あの、俺やっててね、そうかなと思っちゃうんですよ。そうかなと。でもね、国民の意見とか国民の生活の実態見てると、いや、違うと。こいつ嘘言ってる。うん、もしくはね、正しいこと言ってるやつもいるんですよ。うん、だからね、選挙をごまかした方が、こいつを大統領にすれば、選挙をごまかしてね。うん、こいつを大統領にすれば国良くなるっていうケースもあるんですよ。うん、要するにね、投票箱制やった方が、うん、彼が大統領にした方がいいっていうケースもあるんです。だから、うん、大統領本人も俺じゃないと国収まらないからって、あの、ごまかすんです。なるほど。どの国なんか俺忘れちゃったり、そういう国間違いとかあるんですよ。うん、立派な人がね、いるんですよ。それは何としても勝つっていうね。で、例えば、アメリカ選挙見てトランプが勝って、ヒラリー負けたんじゃないですか。うん。
あれはね、もう、非常にね、アメリカのその履行者が、なんていうのかな、ヒラリーってまあ、トランプよりもっと悪いやつだから。だから、それはもうトランプなんだろうって、そんなような、まずい結果になったんですよね。だから民主主義ってのはね、選挙で民主主義何でも決めるってのは、必ずしも良くないですよね。これだからね。そうするとそのバランスを取るって話になるんですかね。それとも、いや、そのバランスっていうのは、例えば選挙で、選んだ方が、うまくいく場合と、選挙で選んだら悪くなる場合、つまりその投票箱捨てちゃってやってもらった方がいい場合と、それだから、どういうふうに、あ、僕ね、選挙そのものはね、もう、ギリシャ・ローマの時代からやってんだけど、あれは僕ね、いいと思わないんですよね、こうやって民主主義やってきて。だってね、一般大衆って、前のアリストクラスが言ったじゃないですか。あ、ソクラテスだ。ソクラテス言ったじゃないですか、そういうもんって彼は、自殺っていうか、死刑になったんですけど、一般大衆がその選挙してろくな投票結果にならないって彼言ったわけですよね。で、どういう例で言ったかっていうと、後悔するのに選挙誰選ぶかっていう時にね、全く後悔のやり方も知らない連中の船に乗ってるやつに誰を選挙するかって人気投票したところでいい選挙で絶対選ばれないって彼は例えで言ったわけですよね。でもそれ正しいですよね。いや、例えばさ、彼が言ったのは、なんだっけな、なんか、脳かなんかの病気を持っている病人に対して、手術した方がいいんですか、それとも、果物屋さんが美味しい果物を食べさせた方がいいんですか、一般大衆に聞いたら、それは美味しい食べ物、手術して苦しいものよりよ、美味しいものを食べさせた方がいいですよ、っていう、そういうふうな結論になったっていう、そういうふうな、前のギリシャのね、話がありましたけど、昔の話の事例があったけど。僕はそれはね、あの時はまだ、うーんって思ってたけど、もう1年近くこうやって勉強しててね、思うんですけど、選挙はだっけ、中国みたいな、とかベトナムみたいな制度の方がいいのかもしれないかなと、ちょっと思ったりするんですよね。で、選挙は間違いなく僕はね、やっぱりいい仕組み。例えば、昔の、明治大正時代の間接選挙はまだまともだったのかもしれない。要するに、金持ちに対して選挙権を与える。だから一方では、僕前教えたように、投票を与える人は、例えば第一卒以上とかなんとかっていう、そういう基準を設ける。そんなことは、今世界ではどこでも通用しないけれども。で、それだからといっていい人を選ばれるかっていう保証は全くないわけですよね。ね？ただ中国みたいに、なんていうかな、公務員で30年とか40年かけて、登ってきて、トップになるっていうと、まあ、そういうケースの場合、独裁政権でもそういうふうな、独裁政権の場合は、変な奴がトップにならない。もちろんそうです。スクリーニングされてますよね。それもちろんアフリカの、大統領選挙みたいに、反対する奴を殺しちゃって、自分が独裁政権で20年も30年もやるって、それは中国とは違いますよね、最初から。何人もいるとこから、生徒の中で選ばれて、持っていくわけじゃないんだ。だから、中国政とかベトナムの、要するにスクリーニング制する制度っていうメリットクラスのは、メリトクラシー。あれはね、結構、投票よりいいかな。ただ、民主主義って彼も投票だけじゃないから、最終的にたどり着くのは国民に対して、もう一つはね、僕思うんですけど、日本なんかもそうです。3万8000ドル一人当たり GDP ね。で、コンゴなんていうのは、また今不穏になってきたけど、あれ、一人当たり GDP400 ドルでね。それはもうどんなことしても安定しませんよね。子供たちも売春とか兵士やった方が楽だみたいな世界ですからね。で、じゃあ、そうかといってね、日本がシンガポールと香港より一人当たり GDP が低いわけですけども、それがやっぱりまずいのかっていうと、必ずしもそうじゃなくて、やっぱある程度の金額を国
国が稼げば、もう別にそれ以上、どん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 上昇すれば必ずいいってもんじゃないんですよね。うんうん。それもね、難しい判断があるんですよね。ベーシックインカム制度日本は将来なると思うんですけど、うん。それは例えば5万ドル超えたらなるのか、そうじゃないような気がするんですよね。うん。いや、シンガポールだって、一人当たりの GDP は高いかもしれないですけど、生活するのは楽じゃないです。香港もそうですよね。若い人なんか、家、自分の家に住むことすらできないわけですから。ただね、僕ね、すごいなと思うのはさ、シンガポールと香港小さいからね。うん。こう全部底上げさせる。要するに、物価上げて、賃金上げて、すべて上げちゃうってことは可能ですけど。うん。うん、で、それやっても GDP と総合 GDP を上げるってことは可能なんですよ。うん。まあもちろん会社経営として考えれば、可能だけどそれを達成するのはすごい難しいことだけど。うん。僕はすごいなと思うのは中国ですよ。うん。中国はさ、全部上げちゃってでしょ。シンガポール、香港みたいに。で、俺、一昨日上海から帰ってきたけど、うん。レストラン、うのさん、僕は三井家具お願いしてレストランとか紹介してくれたんだ。いいとことね、普通のとこって、うん、僕は、日本的な感覚でいいとこって言っちゃったんですよ。うん。もう全然間違いでさ、いいとこって、いいとこって言うとさ、もう本当にさ、安いワイン飲んでさ、一人、700元だったかな。13,000〜14,000円ぐらいですよ、一人ね。別に友達飯食うんだから3000円ぐらいでいいわけですよ。で、13,000〜14,000円ったらやっぱり、日本だったらいいとこな、いいとこで食べれるじゃないですか。だから、そういうふうにもう、国はそこ、前は数年前にさ、ガーデンホテルでさ、焼肉じゃないかな、なんていうか、鉄板焼き食べてね、4人で。10万円って取られたんですよ。僕はそうです。中国人1万元ですよ、彼。1万元払って、十何万円払って。で、それは、彼が払ってくれたからね、僕払わなかったから。うん。助かったけど、今回だから、さすがに三井科学の当事長が、うのさん割り勘しようと言ってくれて、僕助かったんですよね。それでも金持ってないやついたから、実際には、うん、半分ぐらいしか回収できなかったけど、それでもね、助かったんですよ。うん。で、どんどん底上げしちゃって、でそういう国がね、でもそれは中国は自分たちが豊かに なりたいって、そういうことでやってきて、それはそれでいいと思うし、シンガポールも香港もそれはそれでいいと思うんですけど、日本はじゃあそれでもってね、39,000ドルが5万ドル、シンガポールみたいに5万ドルとか6万ドルにするべきかっていうと、俺そう思わないんですよね。うん。そう思ってないですよ。ですね。まあ、例のブータンみたいな幸せのなんとか、ハッピーなんとかなんとかインデックス。まあ、あれもちょっといか、イカ様って、国の過去を見るとイカ様っぽい国なんだけど。でも言ってることはさ、国民が幸福かどうかってすごく大事な要件でね。民主主義で。それはね、間違いなく言えんですよ。先週もあなた、例の、あいつなんだっけ。エドがさ、ザラの話した時に、俺、あいつに、おかしいよって言ったんですけど、うん。せいに死んだっていう、そうです。だからヨーロッパ不買運動してるって。そんなバカな話ないんですよ。だってさ、そのせいが、ザラに来なきゃ何したかったら、じゃあ買収になったんですよね。うん、買収、親は買収にすればいいのか、命かけて、ミシンで、縫製するのどっちがいいのかって、もらえるかね、どっちも同じくらいで、どっちしますって言ったら、それはさ、命かけても、縫製工事にするに決まってるんですよね。うん。うん。だから、ハシナだってさ、それは、千人死んだけど、攻めてないわけですよ。ザラを。もちろん、その、ビル倒れたのは、ザラのせいじゃないんだけどさ、うん、ヨーロッパの人って、おばちゃん連中はそんな分かってねえから、うん。攻めてるわけだよ。バカじゃねえのっていうことですよね。な、うん、そういうふうなことを、例えば、日本の場合だったらね、もちろん改正すべきとかあるんですよ。例えば、うん、日本というのはあまりにも社会主義国、共産主義に近い。例えば、日照権の問題を国民保護しすぎてるとかね、あるんですけど。それはだから、じゃあそれをどうやって改善するかって、いわゆる俗に言うデモクラシーでは改善できないよね。社会主義一党独裁政権の中国だったら、すぐ改正できるんですよ。
うん、うん。例えば、日照権問題されたら、もう、首が掴んで、監獄入れないけども、他は放り出しちゃって、ポンと。うん、ね、うん、彼ら、上海なんか、要するに、古い住宅を潰して、郊外にね、住宅提供するって、嫌、うん、だってやつは、もう、そんなこと決まったんだから出てけ、みたいにやってるじゃないですか。うん。そうしたらね、国は発展するんですよね。で、その、日本って、その、時のその権力者の人たちの意向では全部できないですけれども、ただそのじゃあ国民の方が、その国を底上げするとか国が発展することに対して、多少自分たちの犠牲を払ってでもそういうことをしようとか、まあ、ベストではないけど最悪でもないよねみたいな選択って今できないですよね。その一人一票で、まあ、とにかく選挙権があって、で、民主主義でって、絶対民主主義であるっていうことは、どういうことなのかっていうのを、我々自身が分かってないというか。僕は、昨日 NTT データで講演したんですけどね。うん。昨日ですよね。おとといかな。あ、おとといだ。おととい講演したんですよね。はい、グローバリゼーション。社がグローバル化するにはどうしたらいいかって質問があってね。はい。なんでね、1980年代以降、日本がね、90年代以降日本が停滞してるんですか。なぜ、かってのね、日本のその高度成長以降のその、バブルまでのね、その成長が、もう一回リバイブできないんですかって質問があったんですよ。うん。で、僕答えたのはね、やっぱりね、僕の時代は、やっぱり夢があってさ、うん、仕事を趣味にしてさ、うん、で、なんだっけ、残業なって、残業って感覚なら持たないくらい仕事が好きで仕事やってね、うん、それで、なんだっけ、残業しすぎて死んじゃう人が最近いるじゃないですか。そんなこと社会問題にならなかったんですよね。みんな、だから、ウォークマン出てきたりさ、新しい商品が出てきたり、みんな一生懸命やって。で、もう一つは、まあ戦後の50歳以降のパージもあったせいもありますけど、それがずっと若さの力でもって引っ張ってきて、ベビーブーマンが高齢化しちゃったから、まあ高齢者増えたのもありますけど、やっぱりその、国民が豊かになったというよりも、なんていうのかな、仕事を義務としてやるような社会になってしまったような気がしますよって言ったんですよ。うんうん。だから、まあ、会社に来て、まあ、公務員なんかそうですけどね、やっぱりそんなに偉くならなくてもいいけれども、そこそこのその社会的な地位を得て、うん。うまく、やっていけばいいって。昔の人たちっていうのは、アメリカン企業みたいに、とんでもなくこう、チャレンジしてね。うん。で、会社がおかしいんだろう、なんだろうか、俺はこう思うみたいな人がいっぱいいたわけですよね。うん、うん。今いないですよね。だから、断されますね。うん、だから、なんか、体制の中に入ってて、まあ、年功序列も厳しくなってたのかもしれんけども、まあ、しかもその管理の枠も、CSR とか言ってさ、うん。で、一方では CSR のゴンドみたいな投資がおかしくなっちゃったりしてるじゃないですか。だから、なんていうのかな。なんか、ごまかして、会社に勤めてるみたいな、それっぽい人が増えすぎちゃって、はい、ただ僕はね、やっぱりそれはそれでもってね、それは教育の問題もあるんですよね。うん。だから民主主義をっていうか、なんていうか、民主主義ってやっぱり国民一人一人が幸せになるような国にすることだと僕は思ってるんだけどね。で、だってさ、考えてみてください。その選挙するったってさ、今の日本の国の選挙でさ、それじゃあ、国がみんな、国民が満足しててさ、アフリカみたいに暴動したり革命したりしない国がですよ。選挙でその投票に行ってさ、で、民主党の立候補者の意見聞いてさ、投票する必要ないんですよね。うん。なぜかとね、
どうにかないで誰が なろうとかも、国はうまく回っていけばいいじゃないかと、国民は思ってるんですよね。確かにそうですね。で、そうなってくるとね、どういうふうなことをやっぱり為政者考えるかっていうと、やっぱり、その今のその、まあ、国民に働けって、もっとその、山下みたいにさ、残業手当出せとか、もっと働けとかって言ったって、やっぱりダメなんですよね。抜本的な手を打たなきゃ。どちらかというと、今の政治家言ってるのは、付け役場みたいなこと言ってるわけですよね。だから抜本的にどうする、国どうするかっていうことは、やっぱそれはそれなりの、政治家の弾がいないのは事実だけど、要するに、どういうことかっていうと、孫子とか、孫子じゃない。ラオツとか、老子とか、孫子とかいう、稀有壮大なね、昔の儒学者の、考え方、自分の身を宇宙に置いてみたいな人いないんですよね、今。そういうふうにならない限り、その、いわゆるその、日本の経済のリバイブっていうか、趣味で仕事をするみたいな、そういうふうな人たちを育成するなんていうのは、いかないわけですよね、目先でやったって。いや、その、今言ったラオツとか、そういう大きな構想を持って、大きな動きを作っていくって、今の社会で言うと、やっぱり、それは、いけないと。それは、ダメだって言われるような部類にされてしまいますよね。うん、それはそうなんです。だから今、例えば、あなたの将来は何、あなたの将来は何になりたいと言ったらさ、男は学者か野球選手と、女は、サッカー選手かな、女は、美容師とか、なんとか、お店のなんとかなんとかって、なんて、こじんまりした、昔は戦前はやっぱり、大将とか大臣とかね。で、そういうふうな、こう、上り詰めていくような教育をしたわけですよね。国家のために役に立つ有用な財たる、ね。そういうふうな指導要領があったわけですよ。ね。だから、いざという時には国のために命を捧げて、そういう意味なんですよね。戦争しようという意味じゃないんだけど。なんだっけ、天皇陛下の言葉ってあったでしょ、でそういう意味なんですよ、その最後に書いてあるのね。いざという時は国のために命を捧げって、なんか戦争して敵を殺せっていう、アメリカ人が思ったけど違うんだよね、あれ。だから大臣とかさ、海軍大将とか陸軍大将って言うんだけど、そういうふうな、こう、なんていうの、気概っていうか、俺がやってやんだみたいなさ、教育っていうのは、今なんか運動会出て一等賞、二等賞とか三等賞で区別しちゃいけないから、あげるのみんな一緒だみたいなバカなことしてるわけですよね。バカなこと。それをどういうふうに変えていくのかって、やっぱり、宗師とか老師みたいなね。老師とか宗師みたいなね。そういうふうな教育ですよね。それがもう今ない。でそうなってくると、僕はベーシックインカムって日本はね、そうですね。まあ、10年もしたら導入していくと思うんです。なぜかっていうと、AI とロボット化って日本と割りかしそういう意味では素直に受け入れる国だから、時間かかるけど、中国より。中国がもっと早いですよね。もうすぐやるから。そうなってくるとさ、間違いなくホワイトカラーの2割3割いらなくなるってことは、企業のコストの2割3割削減できるわけですよね。まあ、その2割3割無理かな。時給、全平均で言ったら 10% ぐらいになったら十分に、ベーシックインカム提供できるようになってくる。そうなってくるとね、僕が一番心配してるのは、今、エドともあなたともよく話してるけど、耳を失うじゃないね。返さなくていいよって言ったらね。だから、めちゃくちゃ自殺率が増えるんですよね。で、要するに、マズローのね、5段階説で、自己実現をするレベルっていうのになるわけですよね。衣食住が満足されてさ、次満足する、何満足しますかっていうの、今まで家族養うとか、その精一杯だったのはさ、それいらなくなっちゃったらさ、目標なくなっちゃうじゃないですか。でそれをそういうふうな目標を持つような教育なんかしてないから、だから要するにその知的満足からさらにこう自分を自己実現の欲求をどうするのかみたいな、ローマとかギリシャ時代みたいな、
平民のね、仕事しなくても自分が、それは知的欲求彼らまずしたわけでしょ、鉄なんか下がった。同じことが時代をもう一回繰り返すって、そういうことを思ってるんですよ、僕はね。それは民主主義で。うん。うん。それはそういうことを受ける人たちを、まあ、トレーニングするというか、そういう目が持てるような意識を持ってもらうための、まあ、教育とか、そういうものを、うん、まあ、いわゆる我々含めた一般大衆に対してそういうことを、うん、新たにやっていくとか、うん、その、みんな選挙権があって、みんなで投票して何かを決めるっていう一応制度になってますけど、それがちゃんと機能するように、国民一人一人の底上げを図るっていうのが、この間言ってた、その、熟議民主主義とか、まあそういうことに、そういうことができるような人たちを、ちゃんと作る。うん。のか、それとももう、まあ一方では中国みたいに、能力主義で、もう自分のやりたいことやりたか、自分の思うことをやりたければ、のし上がらなきゃいけないと。うん。それはね、僕はね、何がいいかってはっきり、熟議民主義は絶対いいんですけど、それあれはね、やっぱりその、うん、いろんなテーマに向けて、その、コミュニティもそうだし、それから、国家のテーマに対して、国が投げた球に対して、国民が、うん、なんかのグループを作って提言するっていう、そういうふうな仕組みって絶対いい仕組み。デンマークとかね、オーストラリアとかやってますけど、僕はそれぜひやるべきだと思うんですよね。で、中国みたいな一党独裁の社会主義がいいんだろうとか、それは悪くはないんですけど、何が最終的な姿だったら僕はまだわかんない。まだ半年ぐらいあるから、それはものを書きながら考えてるんですけどね。うん。まあ、それが今のその、これのね、趣旨の、あれですよね。途中ずれちゃったけど、ちょっと待ってね。ちょっとトイレってから次をします。僕は今そこでその、リベラルアーツ勉強しなさいよってね、ダメですよって言ったところで、例えば、無用のようっていう話をしたところで、車輪と首輝きの話したところで、それが何なんだろうってことはね、わかんない。例えば、さっき言ったザラの話もそうだけど、そういう話をしたところでわかんないんだと思うんですよ。うん。で、なんでそんな考え方するんですか？例えば、孫子の兵法を騙されないようにやりなさいって、これわかりますよね。それから、やっぱりその、仁義礼智と仁の考え方とかね。うん、それから、本当、上司と部下を大事にしなさいとかっていうのは、それは分かると思うんですよ。美学の基本のね、考え方。うん、ただ分かんないのは、その、知、いわゆる英知、知、ウィズダムを身につけなさいっていう意味がね、難しいんだよね。僕は住友科学の話したけど、うん、で、やっぱりそれ彼らに対してさ、英語だけじゃダメですよって話したけど、今の、ウィザムっていうのはね、難しいんだよね。もう、それはね、いろんな、例えば、その、世界中の、知識を、例えば、アフリカとか南米とか勉強してればね、貧しいのは、本当にどういうのが貧しいのかって分かってるわけですよ。で、日本がやっぱりその政治がダメだっていう、みんな、安倍さんダメだわ、騒いでいく。仮に僕にと同じ立場で世界勉強してる人だったら、別に安倍さん悪くないじゃないと。うん。それがね、ウィザムなんですよ。それはわかんないんだよな。例えばさ、今後だったら、その売春で、10分50円でやってる10歳の子がね。うん。で、ミャンマーだったらエスニックレンジングだ、レイプだって、韓国慰安婦だって、日本政府はわわ騒いで、慰安婦は困った事業権あげようとなるけど、そのアフリカの10分50円の話してればさ、お前そんなの世界中のレベルが違うじゃん、そんな飛び抜けた高級な話としょうがねえじゃないかって、心の中で持てんですよね。うん。それはリベラルアーツなんですよ。うん。だから、その、狭い世界でその一生懸命ほじくった勉強してさ、過去のイヤーフの歴史全部調べて、全部ほじくって調べてあげたあげくにさ、
ええー、こんな悪いことしてんの、じゃあ、どうしようどうしようって、そういう。なるほど。あれなんですかね。だそれは、企業もそうなんですよ。お前ちょっと大事、ちょっと一歩沈んで、宇宙から物見ろよっていうのはそういうの。ああ。わかんないですよね。うん。だから、僕はだから、そういう人たちに対してさ、今見たら例を見ればわかんのかもしれないけどさ、うまい例がなかなか見つからないんだけど。うん。だけどさ、やっぱりそれはね、なんとかしないかんと思ってるんですよ。うん。まあ、アクセンチャーの本、この間また改めて読んだんですけど、要はその、どうやったら、その、コンサルタントの会社でお金がもらえるかみたいなのを極めて、その上で、まあもうそれはそれで良いと。で、その先にあるものは何かって言ったら今、宇野さんが言ってたその無用のようであり、なんか要するにその男としてかっこよく生きれるかどうか、うんうんうん、で、そのためにはそういう英知が必要であり、人を身につけなきゃいけないとか、うんうん、なんかそれをまあ、達観した宇野さんだからこそそういうことを言えるっていうのは確かに、うん。あるんじゃないかなと思うんですね。うん。あのね、そうなんですよ。それでね、僕はあの、民主教育を書くつもりなかったんだけどさ、今回みたいに。だけど一冊書いてるうちにさ、いやー、これやっぱりやるのダメかなと。これ嫌ですよ、誰でも。100万人の100万人が嫌ですよ、こんな世界中の各国のこと書くのね。うん。しかも書き方もさ、非常に直感だけどさ、この国の今、ペルーの口にすぎやめたったら、スパッとわかるわけですよね。うん。ペルーのことはね。そういうふうな、一国一国の専門家いっぱい日本に何人かいますよ、みんなどこもね、どの国の。うん。でもこうやって世界をいろいろぐるぐる回って、書いてる人って、一人もいないですよ、世界中にも。うん。嫌ですよね。こうやって今エジプトやってるけど、シシがどうしたと、モリシがどうしたって、それはさ、会社で仕事やってて、こんなんどうでもいいですよね。でもこれやると、やっぱりさっきも言ったみたいなね、まあ今それ、例えば、このプロジェクトやってるけど、それ、ほんとつまんない話の中でこれやってるわけだけど、世界見たらもっとひどいこといろんなのがあって、それぐらいの問題なんて大したことないよな、みたいな、うん、ことがやっぱり大事なんですよね。そうですね。だから、なんか物事を一つ一つこう論理的に理解するっていうのは、そういう専門的な知識とか、日本が大学で教えてるようなことっていうのはありますけど、まあそれ知ったところで、とりわけその世界に出て何か問題があったときに、それをなして、なんかこう先に物事を進めるとか、ことを収めて、何かを、やり始めるって時には、それ知っててもしょうがないってことです。知った上で、どう、落としどころというか、どういう話にして先に進めるかっていうのは、またその専門知識を持ってるっていうのは、別の、こう、対応しなきゃいけないわけですよ。うん、そう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 、そう。あのね、例えばね、身近な話で言うとさ、僕は今、運動好きやって、今日着物来ないし、まあ、たまたまあなたが出てるからいいけど、うん。午後は江戸と俺がしばらく二人だけでやってるわけだけど、うん。その時にね、うん。どういうふうな考え方でやるのかっていう。僕は、運動ニュースネットワーク始める理由って言ったのはなぜかっていう。うん。じゃあ、生徒が一人いてもものすごく大事なことなんですよ。例えば、女房一人一生かかっても理解できませんから。うん、例えば、高橋一人がお前の頭の中どう考えてるか、今度一生かかってもわかんないな。うん、だとすれば、それがお互い、話が理解し合い。いや、俺が言ったことを君が 100% 理解してるかどうかって、すごく大事なことだよ。うん、実は 100% 理解してないんだけれども、どう説得するか。うん、それは、日本人はいいですよ。で僕は、まあ、今日は、フレートいないけど、来週のフレート、どれのことで来るけど、午前中アメリカ人、午後はオランダ、ヨーロッパ人って、そういうふうに今考えてるのが、水曜の夜はこういうふうに日本語でやろうとしてるのね。うん。で、ただどうやってビデオ見てもらってからこうやっていかないとどんどん使っても進まないから、今日もう一本ビデオ後で見るけど、その時にやっぱり、エドとや、
エドと共謀であれば、エドと二人だけである。これすごく大事なことなんですよ。なぜかってね。だんだん、要するに、デモ活やって気がついたんだけど、一人一人なんだよ、最後、今度は。政治、大統領からだんだん下がってきて、国民どうかって国民一人一人が、お前本当に何考えてんだよっていうところが大事なの。うん。そうするとさ、エド、ヨーロッパでしょ？で、こいつと、お前本当に何考えてんだよっていう議論してさ、で、最近そういうふうに、やっぱこれ、こういう議論って大事なんだよなと。で、一人一人が大事、一人、要するに、前は生徒が10人、20人いた方がいいと思って、今全然そう思ってなくて、一人の考え方をこう徹底的に追求すると何かそこから出てくるっていうことがね。例えば、NTT データに対して、一般の人に話したところでさ、一方通行なんですよ。で、自分の成果をね、ご披露するっていう、それはいいですよ。彼らにインパクトを与える、感動を与える、夢を与える、それはできますよね。だけど、やっぱりその、本質的になんとかな、物事を追求していくためには、やっぱり最終的に言ったりして、だからね、終身成果、成果、遅刻、閉店かって言ったんですよね。奥さん大事にしよう。奥さん本当に、味方につけることができたら、天下支配できるって言ったのは、やっぱ昔の人はすごいよね。終身って君、なんか、会社を運営できた社長が終身できてるから、バカな人ないよね。終身って、でめ、ほんとバカな女房を手なずけられたら終身だ。だって言ったんですよね。でそれをが僕のね、68歳のブレイクでね、今思ってる、例えば、高橋しても、木本にしても、トシクラにしても、エドにしても、フレードにしても、彼を、その僕の考え方に言って、説得しきれればね、僕としては、それでもって、世の中に貢献できる。一人説得できれば一万人説得するのと同じなんですよ、実は。ね。だから、例えば僕エイドしかいなくても、全然僕はそれに対して、不満も、不安とか、なんていうかな、一人しかいないんだ、誰もいないんだ、全然思わない。で、さらに、こんな話をしてる。で、録音しとかないともったい、もったいなって言うんで、録音始めたでしょ。で、2時間と3時間、5時間ビデオを YouTube アップしてさ、誰も見ないですよね。5時間じゃ。それでね、やっぱりこれ、せっかくいい話してんのにもったいないなって言うんでさ。で、運動ニュースネットワークって。だから今のビデオってもう一回僕、全部修正して、運動スクールにタイトル変えたんですよ。長いやつは。短いの運動ニュースネットワークにしてやって、で、今4月からって言ってるから4月までに、大切のようというふうなことをしてんですよ。もちろん4月のためには、例えば、僕の大学同期の、松下先生って、京都大学名誉教授に来てもらって、英語で対談したりしますけど、もちろんそういうのもやっていくんですけど、基本的には運動軸で、あなたの話と日本語の話をアップしたり、フレードの話と英語の話をアップしたり、で、そこにあなた入ったり、実践が入ってきたりして、それを交えてアップしていく。そういうことをするんですよね。で、僕は何したいかっていうとね、あなた気がついてるかどうかわかんないけど、エドを僕は説得するでしょ？日本人でね、ヨーロッパ人説得できる日本人ほとんどいないんですよ。で、運動力では気がついてないけど、俺エド説得できた時もあるんですよ。できない時もある。で、その説得、なぜ、運動さんがヨーロッパ人を説得できたって、どうやって説得したんだろうっていうことを、僕のビデオを見て、日本人は学んでほしい。で、欧米人は、なぜエドを説得されたんだろう、運動さんおかしいよねって、見てみてほしい。そういう目的なんですよ。それが、世界にオピニオンを発信するってことなんですよ。でそういうことをしているのは日本の放送では全くないですね。ただ僕はその、一人全部やってるんで、段取りなんかの背景の色とかなんとかって、まあ、年くらいなんかでやれば会社のロゴマークを後ろに作ってくれたりするんだろうけど、何もまだやってないんですけど、まあ、そんな体裁どうでもよくて、今、1ヶ月100本ぐらいアップしてるんですよ。運動ネットワークを。年間1000本。1000本をね、5年ぐらい出してくる5000本でしょ？もうね、注目されるんですよ。全然なんかいない。僕も出して。で、僕はさ、あなた気づいてるかもしれないけど、雰囲気並みでやってるんだけど、いろいろ加工してんのね。少しずつ。少しずつ。今、例えば、ビデオテロップで、頭と後ろしか、黒い字幕しか出ないけど、
映像を出したりしようとしてんだけど、そんなのも時間かけて、少しずつやっていくのね。うん。それが今のね、やり方なんですよ。やっぱ江戸さんの資料とか最初、キックオフする説明なら、やっぱ最初は、あんまり、江戸さんが本音のところで、どんなこと考えてるのかって、まあ、出てこない資料ですよね。うん、まあ、この間の、なんかアドバンスのテクノロジーの話も、そうでしたけど、うん、まあ、それはうのさんが、こう、追い返していくと、江戸さんの本音も、こう、ポロポロ出てき始める。で、そこら辺から、まあ、本当にうのさんが言ってた議論が、こう、深まるというか、うん、だからいきなり、頭出しから、こう、コンパクトに、こう、話し合いの内容をまとめて、最後にきれいに、歌ラップアップしてまとめましょうっていうのは、なかなか、いわゆる表面的な話をうまく、こう、きれいにまとめてっていうんだったらいいんですけど、うんうん、今、うのさんが言ったような、ことであれば、やっぱり、徐々に、こう、議論を深めていくとか、相手の本音を、打っていくとか出していくとか、多分そういうイメージなのかなって、なんとなく、思ってました。そうですよ。でね、僕は日本人だから、英語で発信してったってさ、もちろん今度京都大学に教授来て、英語でやるけど、それは、まあ、2時間録画して5分くらい作るんだけど、それはそれでもってたまにやるのにいいけど、毎日発信してるんだったらね、うん、外国人の滞在者が言ってさ、それにテーマを投げかけて、で、彼の意見が、を、僕として、それ違うでしょ、というふうな、そういうスタンスでね、やっていこうと思ってるんですよ。だから僕はもともとフレッドは、だから毎週土曜日の午前中来てもらいたくて、いろいろ話をして、彼いいよって言ったんで、来週から来るけどね。ただその時僕はちょっと困ったなと思ってるの、今、こう、今までこう、僕はずっと返してたもんあるじゃないですか、このエジプトもそうですけど。で、議論しちゃうとさ、ビデオ見て勉強する時間がなくなっちゃうと、やっぱまずいなと思ってるんで、自分も勉強したいから。ね、基本、ビデオ見るって、YouTube 見るって辛いんですよね。優しいのはいいんですよ。でも、難しいのはさ、水曜日のイスラエルなんて難しいんですよ。そうするとさ、もうよっぽど集中しないと何言ってるか分かんないんだよね。うん。だからそれはそれでもってやっぱり必要なんですよね。それはそれでもってそういう、例えば、朝4時間あるとしますよね。今日3時間だけど、3時間あるとすれば、ディスカッションが1時間半って、ビデオが1時間半みたいな、いろいろやっていきたいと思ってるんだよね。うん。うん。で、午後の場合は、江戸の場合はもともと資料ないしで彼に全部任してるから、うん。彼が作るから、俺みたいにちゃんとした資料じゃないんですよ。うん、素人だから。いや、それはそれでもって、さっきあなた言ったように IT だったら、おまけみたいな資料作ってきて。で、彼に僕は先週うまく言ったのは、先端技術ってなんて必ずしも IT じゃないですから、これから日本将来見たときに IT が変革だけじゃなくて、バイオがあるわけですよね。バイオテクノロジー。これはものすごく革命的なことを起こすわけで、そういう医療とかね。で、そういうふうな予測も必要で、それをどういうふうに言われるか、将来考えたいのか。もちろん AI ロボティックだけに限定してもいいんですけどね。うん。彼の好きなね。だから、それはだから彼が準備できなかったら、昨日もある会社の社長と飯食ってて、ミドリムシの話を言ってきたんで、知ってるよって話で、ミドリムシがどうやって日本の食料を代替できるような技術のどこまで来たのかっていうことを知ってると、それが2050年に人口100億になってくるよ。全然食料問題で困らないっていうことが分かっていればね、いろんな物事の対処の仕方ってこと、将来見たけど、僕はどちらかっていうと、何でもそうだけど、日々の生活に没頭している人っていうのは、目先のこと、今の仕事の範囲、で、今の家庭の問題、今の社会の現状の環境状態、今の仕事の中、上司の関係、お客さんの関係、それの中で毎日毎日ぐるぐるやってる。ものすごく視野が狭い人間だってことなんですよ。
ね。それをね、俺リベラーゼ、リベラーゼって言ってるけど、何で理解しなかった。そのものすごい狭い視野の中で。だから僕は上海で飯食った時に、東建次郎ってね、不動産屋の社長で、中央ぐるぐる回ってやってるけど、彼は僕のとこ来た、飯食いに来たって、わざわざどこにいたかわかんないけど、上海に来たわけですよね、その時間のために。で、いやー、海野さんと話すると、やっぱり今までの生活と違った側面に出会えるって。お前ね、運動塾の僕の通信ぐらい読んでね、いろいろ見てね、買いになりなさいよって言ったんですよ。わかんない。例えばね、日頃の生活とは別の視点で、僕のディナーでね、感触を得るから、その、なんていうか、刺激になるって。その刺激が一体何なのかってことわかんない。実はこれものすごい重たいものがあってさ、お前毎日1時間、2時間でそのため時間使える。そうすれば、君の、世界観が180度変わるよっていうことなんだけど、それが無用のよう。それが分かる。それをね、うまく説明できないと思うか。ね？なるほど。いや、まあ、それがゆえに私もこう、なんとかついていこうと。いや、あなたはね、一発でそれ分かってからこう来てんだろうかね。だからね、普通の人分かってない。だからそれはね、で、江戸を議論したり、あんた議論して、俺喋って、もったいないんだよね。だから、俺のニュースネットワークやろうって。で、こうやってやってさ、で、放映してさ、で、ね、日本語だったら、これ10分くらいだったら100人くらいすぐアクセス行くんですよ。それを3時間でやったらね、1人か2人だけですよ。要するに、あなたとお題が見るだけで、僕は、しかも全部なんか見ないでさ、そんな見えないですよ。で、僕はビデオを作ってるけど、大変、毎日2時間よりやってるけど、大変なんですよ、10分で切るのね。くだらないのもあるから。ソロ出した時に、半日やったけど、半分ぐらいカット。いや、もう、いや、めんどくさい、全部カット。全部カットしちゃったけど。だけどさ、どれをアップするかって難しいんですよ。みんな見るんだ。みんな見るほど。時間ないですよね。3時間やったら3時間夜なんか使えないから。他のことやらなきゃいけないから。だからそういうふうなことですよね。それがリベラルアート。フレットしてのやっぱり英語は本当に正真正銘のネイティブなんで、あれは、英語の勉強には本当に持ってこないなと思います、ね。俺気がつかなかった。そうかな、うん、俺気がつかなかったけど。いやー、すごい。いや、あれはまた、正真正銘のって感じしました。あ、そうなの？俺たち英語力が伸びてるから、あんまりさ、話しててさ、お前何言ったのってそういう感覚ないじゃない？だから。いや、でも、いや、それはすごいと思います。そうかな。ええー。あなた友達だからさ、俺のね。だから、その、普通に喋ってくんだよ。うん。ね？あれ、彼がさ、普通の日本人だったらあんな喋り方しなくてさ、うん。喋る意見を手加減して喋るんだよ。ただ、あいつは俺の長い間友達だから、思ったことをばっと喋ってくるんだよ。で、彼の言ってることは3分の1ぐらい俺同意しないからさ、あいつも同意しないけど、それはまだ議論になってないんで、まあ、ゆくゆく議論していきたい。お前、勉強足りないんじゃないのと言うとこもいっぱいあるからね、あいつに。それはあいつはまた、そういうことに言って買ってくるタイプだから、だから、いいと思うんですよね。だから、ただ困ってるのは土曜、これは土曜日って、エジプトだけど、あいつが喋ったら結局、主要先進まないような気がするんだよね。でも、フレット氏も全部知ってるわけじゃないですよね。改めてこう、ビデオを見た上で、こう、情報アップデートをリフレッシュした上で話した方がいいこともある。英字新聞をね、英字新聞をきちんと読んでるだけ。論文とかきちんと読んでるんだ、あれ。それは読んでる。うん、だから、それとあと、時事情報、マクマスターどうしたかってよく知ってんだ。うん。で、それは俺より詳しいんだ。俺は全部読まないから。うん。トランプの制裁記事をね、読まない。最初、さーって見て、まあ、もう時間ないから読まない。あいつは全部読むんだよ。アメリカ人だ。うん。俺より5倍くらい読むの早いから。ね？だからそれはね、どういう背景なのってあったらよくわかった。それはね、うん、俺たちにはプラスになる。聞けば知ってんだ。ただ、どうしようか思ってんの。土曜日のだから、だから今やってるデモクラシーは全部水曜日に集中して、で、水曜日の夜にデモクラシーにして、で、土曜日は、
まあ、フレッドが、レッドみたいにテーマ決めてこれ議論したいよって言ってくればね、いいけど、しばらくはダメだから、しばらくはエジプト10回ぐらいやるとかさ、少しずつ。うん。まあ、それでもいいんだけど。フレッドさんだから、ビデオ見てもいいんじゃないですか。いや、ただ彼としてはさ、彼はさ、リベラルアーツに関心があるかどうかわかんないんだよ。うんうん。彼一般のアメリカ人だ。そういうふうな、政治経済に関心があってもさ、エジプトのデモクラシーは勉強したいと思わないかもしれない。ああ。わかんないんだよ。だから、この間の先週のね、タイブレッケンは彼すごく関心があってさ、うん。で、そういうの話一生懸命聞いたけど、うん。まあ、それで詐欺罪で済まなくて俺は文句言ったんだけど、だけど、そんなことを彼と議論するつもりないんですよね。うん。だから、どういう方向にしたらいいのか。僕も彼がどういう知識をどこまで持ってるのか。宇野塾って結構議論が深いから、英語で。うん。うん。だから、どの横に持ってったらいいのかっていうのは俺まだ分かる。まだちょっと2、3回やってみて、それに持って。で、多分だから今のここのエジプト、リビア。まあ、リビアぐらいは彼は関心あるかもしれないけど、うん、モロッコとかチュニジアはもう引き上げちゃって、強いに持っていっちゃうような形になるのかなと思う、うん。で、彼が多分なんか準備してきた。今日はこのテーマでディスカッションしたい。例えば、マクマスターが解任された件で議論したい。3時間で議論しようかみたいな、うん、そういう感じかな。うん、で、そういうアメリカの疑似問題っていうのは、エドはあまり関心ないから。うん、あれヨーロッパ人だ。うん。で、江戸は江戸のテーマを作りました。要するに、どういうこと、外国人っていうか、まあ俺みたいに、例えば、世界に対してもっとグローバル的な視野でなんだかんだって、彼らはその関心ないから、うん、彼らの関心で話をさせた方が、うん、議論しやすい。うん。だから、フレッドの関心で持って話をさせた方が議論しやすい。フレードはね、友達だから金払うつもりないんだけど、そういうことをね、やっぱり、なんか資料をまとめてくるよっていう。例えば、あいつジャパンタイムズ読んでるみたいだから、その論説のなんかどれが寄って、俺に事前にメールをくれと。うん。それを持って、その論文で議論しようみたいなね。で、トランプは、毎回イシューとかテーマいっぱい作ってくるからさ、それを毎週トランプがやってきたことに対して議論しても全然いいと思うんですよ。うん。問題だし。俺は彼から何を吸収しようかと思う、してるかというと、うん。あなた言ったように、アメリカ人ってさ、ものすごいローカルなんですよ。うん。ね？ヨーロッパ人ってグローバルなんですよ。うん、で、ものすごくローカルなアメリカ人っていうのはね、基本的に視野が狭いんですよ。うん、フレッドは、まあ、それでもアメリカ人だからね。で、しかも、世界に冠たるアメリカ人なんですよ。で、そいつらとどういうふうにうまくやっていくのか。ヨーロッパ人を論破して、アメリカ人も論破してって、そういうのができれば理想なんですね。うん、で、そういうふうなことを、僕ができるようになって、それで、うんのニュースネットワークで拡散して、日本人を刺激していきたいと思ってるんですよ。うん。で、片っぽはこうやって、高橋こうやって雑談してるけど、これをやっぱり、うんのニュースネットワークのジャパニーズバージョン。だから、まだ分けてないですよ。今、うんのニュースネットワーク、なんていうかな。うんのニュースネットワークグローバル。うんのニュースネットワークジャパンかな。うん。ウンノニューネットワークジャパン、ウンノニューネットワークグローバル。そういうわけで、タイトルだけね、新一頭に入れて、新一は、その後につけて、バーって出して、そういうふうに、なんで3月中までいろいろ試行錯誤してきたんです、1月から。ね？試行錯誤してきたんですよ。あれ？どういうのね。試行錯誤してきたけど、それをね、やろうとしてんですよ。
カルかな、ジャパニーズかな、やっぱりジャパニーズだね。外国人にローカルって言ったらわかんないもんね。ウノニューネットワークジャパニー、ウノニューネットワークジャパンだろうな、ジャパニーズ、うん、ジャパンかな、ジャパニーズ、ジャパンだ。そうすりゃウノニューネットワークジャパンって英語だ、日本語だったらわかんないよな。日本語ってやっぱ日本語、ウノニューネットワーク日本語ってジャパンでいいのかな、ジャパニーズだろうな。まあそういうことです。で、次、あ、次見ましょうかね。インサイドストーリー。これは何だっけな ?Over the past 5 years, Egypt has seen revolution. これいつかな ?2016 ね。And counter revolution. A brief spell of civilian rule.Then return to military. President Abdel Fattah el-Sisi led the military coup in 2013. Since then, right groups say the liberties of Egyptians have been eroded in every way possible. The government has effectively banned protests. Thousands of civilians have been tried.In military court, hundreds have been sentenced to death following trial, which are criticized as an affair. On Inside Story, an in-depth discussion in human rights situation in Egypt. これあれでね、あの、多分この議論はさ、あのモルシーの人を捕まえて、デモと禁止していろ。あの、軍隊がね、そういう管理をしてる。そういう状況する。こういうやっかいだ。これでね、軍事裁判で、デモ禁止でね、数百人死刑。やっぱ書いて拷問と詰めすぎだよね。殺害したりして、6万人なんか収容できるわけない。で、この国家の問題、僕の無駄なくね、これ。恐怖とプロパガンダに続いて、統制されてきている。で、だから、民主主義っていう感覚はエジプトの人って持ってないよね。だから、モルシがデモクラシーって言っても多分理解できなかったし、まあ、イスラムはデモクラシーってのはあんまり考えられないんで、そこにいる政府ができてもうまくいかない。基盤が、デモクラシーの基盤がないからね。国家そのものの基盤、まあそうだよね。イスラム同胞団とジャーナリストの裁判はインチキって言ってんだよね、この中で。まあインチキだよね、それもともとそういうふうに。人権問題が起きて。イスラム間で独立を保せないよね。報道自由だね。もしくは社会的な自由も保存できない。そんなこと言ってんのね。うん、まあ、経済混乱してる。これ、フォースディサピアランスってこうよく出てくる。あの、国が、あの、やらないと消しちゃう。アフリカなんかね、これ、いっぱいある。中東もあるのか。デュープロセスってよく出るんですね。法の適正性。デュープロセス。よくデューディリジェンスと間違えて違うの。デュープロセスってね。法の適正性。シニカル。ウィンドドレッシング。これ時々出てくるね。ウィンドドレッシング。ウィンドドレッシング。ウィンドドレッシング。あ、それからさ、お前送ってくれた発音、あれいいね、あれね。あ、そうですか。うん。あれ、あなた発音うまくなったら、ああいう見てくるから、ね、最近やってないよね。ウィンドドレス。ベイ。パーデン。ミニフェクション。
toothless. Entrenched attitude. 確固たる態度は entrenched attitude。使えないな、これまでな。Entrenched。Entrenched。確固たる。確立したよ。Trench って団子でね。団子に囲まれた。逃げられない。イズインピューリティ。これ、まあ、しょっちゅう全然ね、いつもインピューリティ引くんじゃん。With impunity, 何の咎めもない。Without impunity っていうのもあるんだよね。だから、With impunity は何の咎めもない。どういうところに出てくるかっていうと、悪いことしてる政治家っていうか、プライムミニスターとかプレゼントが、自由に触ってると、With impunity。軍部とか、軍隊とか。あの、これ、とびとび出てくる。ボーガス。これ、しょっちゅう出てくる。もっと言う。うん。これも出る。これは出ないな。セキュリティアパレートス。なんか。うん。サブバーシー。これはしょっちゅう出るんだよね。サブバーシー。いつも忘れちゃうんだけど、サブバーシー。サブバージョンってね。セーフテンプとか。サブバージョン。サブバージョンですか。しょっちゅう出るんだけどね。なんだっけ。あ、ニュースでもサブバージョンってよく言うんだよ。忘れちゃうの。俺も忘れちゃうね。うん、まあ、それ。あ、これはだから、印刷ストーリーだから、14、15分かな、きっと。こちら、フランスベッドの超低床フロアベッドです。起きていらっしゃるときは乗り降りが楽にできる高さに。フランス語かな。おばあちゃん喜びそう。そしてお休みにならないときはぐーんと下げて11センチ。これフランス語から英語にさ、この低さです。約束にとなるとさ、はい、寝ながら考えました。昼は高く夜は低く超低床フランス語なんですか。うん、サイドストーリーなんですか。うん、え、フランスベッドだったからじゃないですか。え？フランスベッドって書いてあるんですか。こちら。なんでまたこうなったの？あ、ここだけか。いや、これでもアゼルバイジャン、今アゼルバイジャン語になってる。よく考えましたね。はい、ん？寝ながら考えました。昼は高く、夜は低く、超低床フロアベッド。これ始まんないダメなのかな。なんか全然、これなんか何回も繰り返してるけど、どうしてよ。おかしいですね。こちら、フランスベッドの超低床フロアベッド。何回も繰り返してるんだけど。起きていらっしゃるときは、乗り降りが楽にできる高さに。おばあちゃん喜びそう。そして、お休みになられるときは、ぐーんと下げて、11センチ。万が一落ちたとしても、この低さです。よく考えましたね。なんか始まらない、はい。寝ながら考えました。昼は高く、夜は低く。いらない、待ってるから。フロアベッド、フランスベッドから。これなんかね、おかしいよ、これ。次のやつ出てこない、うん。でも最初なんか出てきそうな、表示になってました。あ、出てきた。Creating a republic of fear in Egypt, from cracking down on journalists, protesters, and even his own supporters. Egyptian president is accused of failing to improve human rights. 3 years after the coup that brought Abdel Fattah al-Sisi to power, where is Egypt heading? This is Inside Story.25分。Hello there and welcome to the program. I'm Laura Kyle. Over the past 5 years, Egypt has seen revolution and counter-revolution, a brief spell of civilian rule, then
a return to military rule. President Abdel Fattah al-Sisi led the military coup in 2013. Since then, rights groups say the liberties of Egyptians have been eroded in every way possible. Thousands of civilians have been tried in military court. Many more are in prison. The government has effectively banned protests, and hundreds have been sentenced to death following trials which are criticized as unfair. The latest organization to sound the alarm is Egypt's own official rights watchdog, the National Council for Human Rights. Its latest report describes widespread abuse in prisons where torture and overcrowding have become commonplace, forcing prisoners to take turns sleeping because of a lack of space. The rights report says pre-trial detention is being used as punishment in itself, and that pre-trial jails are particularly overcrowded, holding 300% more prisoners than they should. It also talks about 300%. やっぱり3倍占められてるね。Pre-trial jail っていうのは判決をする前に収容されてる人ってことですか。Pre-trial わかんない。ああ、そうだ、審理前の交流、審理前の交流者。やっぱり逮捕して裁判にかける前の人がもう収容の3倍いるってことですね。プリトライアルなんだって？あ、プリトライアル。あ、プリか。ああ、そう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 。俺、あなたの言ったことをね、聞き間違えて、そうです。300%. It's about high levels of forced disappearances, which are often blamed on the Interior Ministry's security forces. Let's now begin our discussion. In Berlin, we have Ahmed Badawi, Senior Researcher for the Center for Middle Eastern and North African Politics at the Free University of Berlin. In Washington, D.C., Timothy Caldas, Non-Resident Fellow at the Tahrir Institute for Middle East Policy. And in Melbourne, via Skype, Mohammed Khairat, founder and editor-in-chief of news media organization Egyptian Streets. Welcome to all of you. Thanks for being here on Inside Story. Ahmed, start with you. Are you surprised by this report, by the extent of its criticisms? I have to say yes. I was pleasantly surprised. The report is quite critical. Of course, it could have gone further. It documents widespread cases of abuse of freedoms, of due process. For a long time, me and others, we've been quite cynical about the National Council for Human Rights. We thought it's only going to be window dressing and that it doesn't have real bite. Maybe it doesn't have real bite. I don't think that the government will change its policies because of this report. But to respond to your question, I think the report is definitely a step in the right direction. Whether any of the recommendations in the report will be taken up by the government or not, it's something to be seen. But on the whole, I think it's a good report. It's quite balanced. Of course, it could have gone further in documenting, for example, the cases of forced disappearances that are mentioned in the report. I would say it's probably quite less than the actual cases of forced disappearances in the country. But I'm pleasantly surprised with this report, actually. Mohammed, would you agree with that? That you're pleasantly surprised by what you're seeing in this report, which is issued by a government body? I'd first like to say that it's a positive step for a government body to recognize that this is happening across Egypt's prisons and that, you know, forced disappearances are happening. However, I'm not at all surprised by the report because similar ones by the same council have been released in the past, and frankly, not much reaction has come to those reports. Timothy, what message do you see this report sending, and are you at all optimistic that anything will act on it? I mean, it confirms what we've already been able to see throughout the past 3 years. Of course, it's great to have it come from a government body, because then it's more difficult for government officials to evade accepting that this is going on.
I agree with Mohammed that I have limited optimism about this affecting actual practices in the prisons and in terms of freedom of speech. But at the same time, I did read one report that suggested at least some young people might be pardoned in response to the recommendations that came out. With respect to the forced disappearances, I agree that a lot more could be said. It does appear that there might have been some tension between different members about how serious they took that particular issue, with Mohammed Fayyad claiming that that the numbers were being exaggerated in the foreign press, and Mohsen Awad emphasizing the significance of this issue. Mohammed, who do people fear in Egypt? I think the people fear, in my opinion, a completely ineffectual parliament, a parliament that no longer really represents them or stands for their rights when, you know, we've had a parliament now for 4 or 5 months that hasn't necessarily discussed issues such as human rights because it has been involved in other discussions such as, you know, procedural issues. That is the biggest fear for many people in Egypt, that in the long run, nothing changes. Ahmed, what would you respond to that? Would you say that parliament and it being a toothless body that essentially just supports Sisi, is that the biggest obstacle standing in the way of Egypt's progression? Biggest obstacle, I don't know. The problems in Egypt are so deep, they're structural. A lot of the problems have to do with political culture in Egypt, with the entrenched attitude of acting with impunity by the state. There are also lots of problems, lots of societal problems. The regime that is ruling Egypt now did not come from outer space, did not come from Mars. It is a product of a society that has been depoliticized, that has been ruled by fear and by propaganda for the last not only 30 years, but actually for the last 60 years. The problems are deep. I would say the biggest obstacle now, in my point of view, is the incapacity of a real opposition to take shape. In the opposition, they are also suffering from the same problems that are plaguing the regime and also the Muslim Brothers. You can also find the same authoritarian attitude, the same reliance on hearsay. There is no real evidence-based attempt at policy making. So the problems are really deep, and my argument is that this regime is a product of a society that has been failing, and it is ruling over a state, and the state itself has been failing for so many years. And to come out of the myriad of problems that we have now is going to take a lot of effort, and I don't see this effort happening now in any organized, strategic, vision-led way. Timothy, do you think the opposition has been broken in Egypt? I think the opposition is highly disorganized, and a lot of people have become dispirited and frustrated from the past few years and seeing either friends and colleagues imprisoned, the repression of protests, and also the last couple of elections being kind of overwhelmed by either the security apparatus picks or their supporters. There's a lack of confidence in their ability to affect change, and that kind of undermines momentum of their supporters and their activists in terms of participating to build a movement or an organization that could offer some substantial challenge to the current government. Mm. I mean, do you agree that Sisi is almost running the show single-handedly? I mean, is there anyone else making the decisions? No. That's. I think that's a myth that exists among people who don't really understand what's going on. The reality is that Sisi is one of many actors that are competing to control the situation. In reality, the government is broken into a number of institutions that compete for power and defining power in their favor. So you have the judiciary, you have the interior ministry, you have the military, connected, of course, with Sisi, and then you also have the intelligence apparatus. And these organizations, while they do share a number of interests and will act in concert when they have mutual interests, also at times will behave in ways that are opposing to one another, or might undermine one another's objectives. You saw it with the island decision and the judiciary annulling the agreement with Saudi Arabia. This was a major
this was a major objective of Sisi, was to deliver these islands with as little controversy or hiccups as possible, and the administrative court completely canceled the agreement. And it's, I mean, now it's under appeal. But the point is that these institutions look like they're all in concert under Sisi sometimes, but if you look more closely, you'll find that at times they're operating at opposite with opposite agendas. Mm. Yeah, that's a really interesting point, isn't it? I mean, Mohammed, because we look at the courts and we see sort of what are seen to be bogus trials against Muslim Brotherhood members, against journalists, against any political opponents, and we see, or we think, that they are working together with Sisi. But do you agree that the courts are largely acting for their own interests, independent of the political system? I think the courts, well, yes, definitely there is its own, to some extent, agenda, as Timothy stated. It's also a reflection of outdated laws and laws that have not been updated over the past several years because of a lack of any parliamentary system at all. There's been such a disorganization and chaos at Parliament to the extent that no new laws are being passed. Yes, we've had recommendations to alter or abolish things such as the protest law or the press freedom law. However, none of this has actually gone forward, and thus the courts, in my opinion, are stuck having to apply older laws and laws that are no longer compatible with human rights or democracy since the revolution. Timothy? I would say that that problematic laws are only part of the problem. We have a number of court decisions that seem to have very little concern about the legality of the outcome of the verdict. Certainly, a lot of verdicts come out with very little, if any, scrutiny of the evidence being presented by the prosecutor. So there is also an issue of the courts pursuing verdicts when they see it as desirable for other reasons. It's not strictly a legal problem. Ahmed, what's your view on this? What is the motive behind many of the court's decisions? I agree with what has been said so far. There is no powerful central authority in Egypt anymore. Of course, Sisi is very much in the forefront, and it gives the impression, we get the impression that he's in control. I don't think that he's that much in control. Sorry. The system after the collapse of the Mubarak regime has fallen back on its main constituent elements. So different factions, different tribes, even if you want to call them that, in the state are all fighting to preserve their authority over their particular jurisdictions. And the same thing with the judiciary. I think that there is a nationalist fervor that many judges feel, and I think this is a big motivation behind some of the verdicts that they issue, especially in the case of the Muslim Brothers. But apart from that, I think every judge is acting more or less independently. Or maybe there are groups of judges that are affiliated to each other, that maybe have similar subcultures and similar perspectives on different issues. But I very much agree that the central authority is actually much weaker than what we think in Egypt. Okay. What would explain then all of these court cases against journalists? And when you watch the trials, when you see the evidence that's presented, I mean, you look at it and they're making a mockery of the judicial system, the international judicial system. Why would it be in the interest of judges to put journalists away? I think we shouldn't also forget that a large part of the judiciary, or the judiciary as a whole, is actually very much influenced by the security apparatus. So, of course, legally and constitutionally, the judiciary is independent, it has more power over all the other organs of the state, but in practice, the security apparatus is extremely powerful, and I'm almost certain that a lot of these cases, especially against the journalists or any other opposition figure or group, not only the Muslim Brothers, a lot of these cases are moved by the security apparatus. And I think the security apparatus has a lot of influence and is putting a lot of pressure on the judiciary in order to take these cases to court. And sometimes the security apparatus does not even comply with some of the decisions of the courts, for example, by releasing some people. So I think a big part of the problem is, of course, the inefficiency of the judiciary, but also the unbalanced influence
and the exaggerated influence of the security apparatus on almost all aspects of society and on other organs of the state. Okay, Mohammed, you're a journalist. To what extent do you see the press syndicate, a rather influential journalism body in Egypt, to what extent do you see them fighting back against the system and against an increased crackdown on freedoms of the press? In the recent months, they certainly have been fighting back, and there's been protests, as you know, and even at the moment, there's an ongoing court case against several members of the press syndicate. However, it is quite unusual that this has suddenly appeared only in the past few months and not in the past few years, where there have been systematic press violations. However, this might signal a shift in attitudes towards, you know, certain government actions towards press freedom. Following the January 25 revolution, it was as if press freedom had been given a whole new green light, and all these new television channels popped up, and all these new television show hosts and journalists came expressing quite clear opinions, whether it was on websites or on television. But in the past few months or past few 2 years, it seems that press freedom has taken a back seat, possibly because of security concerns. What's it like having a blog? You've got this blog, Egyptian Streets. Is it watched closely? I think the biggest issue we tend to face is more watching by the people themselves. We have a big issue in Egypt of self-censorship. We personally haven't faced any issues from security apparatus harassing us, but from people themselves sending us messages or emails or whatever, harassing us and telling us to stop writing about certain things, or telling us that we're, you know, betraying the country or acting against the country's interests. And this shows that in Egypt there's a need for an overall cultural shift and more education as to, you know, what is democracy, what are the principles of human rights, and various other educational issues that are at the core of many of Egypt's problems. Timothy Mohammed mentioned just there a justification for the crackdown on freedoms, often in the name of security. How fair a point do you think that is? Well, I think it's the government's excuse for its crackdown rather than an actual like thought out justification. And actually, the National Council of Human Rights report mentioned that there are other countries that have been able to pursue crackdowns on terrorism without violating human rights in the way that we've seen in Egypt. So they've specifically addressed that argument made by the government and challenged it. But certainly that's a narrative that is not limited to Egypt. Even during the beginning of the war on terrorism in the United States in 2001, we heard this idea that we had to balance our freedom with security, and we had to start to roll back some privacy rights of citizens, such due process rights. We saw that with the Patriot Act. This discourse that you can't fight terrorism while maintaining a fully transparent democracy that respects due process is unfortunately an argument that has gotten currency in a number of societies. Ahmed, do you think it's a fair argument that you can't have security without some crackdown on freedoms? Of course not. I don't think it's a fair argument at all. I think one of the best ways to ensure stability and to maintain security is to provide freedoms. Freedom is the way that would secure society itself against any subversive attempt, whether by terrorists or by corrupt elite. So I totally don't agree with this argument. There needs to be, there doesn't have to be any contradiction between providing security, maintaining stability, and at the same time providing for freedoms. And here it's very important to emphasize, when we talk about freedoms, I don't necessarily only mean political freedoms, civil freedoms, but also, and perhaps even more importantly in the case of Egypt, economic and social freedoms. Protecting economic and social rights, and this is an argument that I think a lot of human rights defenders are beginning to accept, the economic and social rights and fighting to protect them and to provide them is something that touches people more closely. And I totally agree that we have a problem in creating a culture of freedom, a culture of respect for human rights on the level of society as a whole, and I think focusing on providing and protecting economic and social rights may strike a chord with the people
and may sensitize people to these issues more than just the focus on political rights. It's not that political rights are not important, but what I'm saying is they have been overly more emphasized on the expense of social and economic rights. Just give us an example of what you mean by economic and social rights. Access to clean drinking water, access to adequate housing, protection for the handicapped, all these things are part. Even the fact that as a normal, average, even poor citizen, when you enter a police station, you should be treated with respect. Your integrity should be, you know, all these things, all these aspects that affect the people in their daily lives. Protection of the rights of workers. We have some workers now that are being tried in front of military courts for exercising the very normal right to demonstrate and to go on a strike. All these things, they touch people's lives more, and I think by focusing on them, maybe is a kind of shift of strategy that we need right now. We need to bring all these issues closer to the people, to the things that people, that affect the people in their daily lives, and I think that might have a very good positive outcome in terms of the cultural shift that Muhammad was talking about. Muhammad, do you see any improvement in these areas, in people's daily lives, in the very basic, like access to clean water, basic respect? I think definitely that is the first step, or the major step that the government, or whether it's under President Sisi or any future government, should take. Infrastructure, health, education are key, you know, problems that Egyptians on a daily basis continue to face. We've had many social media pages, for example, in the past year, revealing the really bad quality of certain health providers across the country. And so starting with health and education is the primary objective. However, at the moment, this does not appear to have occurred, and security and stability and the economy have taken the forefront of discussions in the political sphere. Timothy, and you spend a lot of time in Egypt, most of your time there. Is there a sense of optimism on the streets that things are going to get better? No, unfortunately. I mean, realistically, people's quality of life in standard of living is under a lot of strain right now. Before the concerns about political rights or anything like that, it's just the fact that inflation is in double digits. The currency was just devalued very dramatically in March, and looks like it's about to be devalued again based on the comments of the central bank from the other day. There's a lot of economic challenges in Egypt. The tourism industry is in a very difficult situation following a number of high-profile incidents. For the most part, people find that the cost of living is rising, salaries aren't keeping up, jobs aren't really available, and the government is aware of this and struggling to find a way to alleviate some of that pressure, but it hasn't been very successful as of yet. And that's really, I think, the main concern on the average working person's mind when it comes to Egypt, really before all these other questions that we're discussing. Mohammed, just briefly, last word to you. The young people, they're generally the most optimistic in a society. What's their hope for the future? I think the young people are hoping for a future that actually, you know, a government that actually represents them in the future, a parliament that represents them, that their voices are actually heard. At the moment, those in parliament, those in power are all from the older generation, from the generation of the Mubarak and former regimes. However, the youth so far have not really been represented there. Visions and dreams have not been reached, and unfortunately this has meant that the youth are largely taking matters into their own hands. So for now, their future is in grassroots initiatives and in going to the streets and actually making the change they want to see. Okay, very interesting indeed. There we are going to have to leave our discussion for today, but thank you all very much for joining us, Ahmed Badawi, Timothy Kouldas and Mohammed Hayrat. And thank you too for watching. You can see the programme again anytime by visiting our website, letsaltazira.com. And for further discussion, do go to our Facebook page. That's facebook.com/AJInsideStory. まあ、こういうことですね。まあ、結局、やっぱりムスリムブラザーフッドのね、逮捕以外にも、ジャーナリストとか、やっぱりその、言論統制で、まあ、軍隊ですからね、
それなりのその自由をやっぱり、その、まあ、政治的な経済的な自由ということを、ここでは言ってますけれども、まあ、そういうようなこともかなり制約されているのが、実態のようですね。うん。もうその個人の、その、いろんな人が生活レベルを向上するとか、毎日、その、綺麗な水にアクセスできるとか、まあ、それもそうだけど、それよりももっと根深い問題があって、まずその、そういうことを、ちゃんと、こう進めるための、その、司法とか、まあ、国の体制が、ちょっといろいろぐちゃぐちゃになっちゃってますよねっていうことを言ってましたよね。まあそれはだから軍事政権だからしょうがないよね。うん。いや、それとやっぱりベーシックにあるのは、そもそもムバラク時代から、まともな政権っていうか、民進国家じゃないんでね、はい、そういうふうなこう国民をどうするっていうことに対する感度が政府に低いのは事実だよね。そうですよね。でも、さっきの若い人が言ってたのは、その、グラスルーツで、グラスルートで、いろんなエデュケーションとか、なんとかかんとかって言ってましたけど、その、今みたいな混乱を生んだのがグラスルートで起こしたああいう、アラブスプリングなわけですよね。それをまたグラスルートでなんとかできるとは、到底思えないんですけど。ああ、無理だ。だから、その、エジプトの問題はね、根が深くて、うん。軍部がどんな頑張っても、その、まあ、軍部そのものが別の、体制に変わったとしてもね、基盤が、インフラストラクチャー、ポリティカルインフラストラクチャーがないんですよ。うん。うん、うん、うん。だから、どうすればいいのかね、こういう国は。教養のレベルは変わらないし、低くはないんですよ。でもさ、民主国家にしたいんだけど、じゃあどうしたらいいんですかって、じゃあ、どうしましょうみたいな。プレスフリーダムは何ですかって、これ民主主義だからね。で、エコノミックフリーダムどうしましょうかって、ポリティカルフリーダムどうしましょうかって。これは何なんでしょうかって言ったときに、それが何だか分かんないですよね。そうですね。で、前みたいにフリーエレクションやると、ああいうムスリムブラザーフットみたいなところは政権取って、またそれは、いかんつって倒しちゃうわけですよね。さっきのやっぱりその、私が言った一般大衆無知だっていう、それに戻っちゃう。だから、あなたが言ったデリバラティブデモクラシーの中で、その、いわゆる、一般大衆の中でも、その、もちろん一般大衆がデリバラティブというデモクラシーっていうのは、一般大衆から選んだ人たちが特定の、テーマについて議論する。例えば、さっきの学生が言ったような、その、グラスルートっていうのはそういうことだと思うんですよね。うん。うん。で、そういうことをどんどんいろいろ、やっていくしかないのかな。なるほど。例えばソマリアは政府ないんだけど、あれ極端だけど、彼らはソーシャルコミュニティ動いてるんですよね。OG が入ってると。じゃあ政府がないから、じゃあ国家としてはね、回んないのかっていうと、そうじゃなくて、そこに住んでる人はそれなりの、税金払ってないけど、それなりの生活っていうか、まあ、治安とかそういうのダメ、悪いけども、それなりの生活してるんですよね。だから、うん、まあ、非常に難しい問題だけど、先週は、その、先々週は、エジプトっていうのは、どういうふうに、その、対外的に、その、外交政策してるのかっていうことで、僕はちょっとわかんないよって言ったんだけど、それはだんだんはっきりしてきたにしたら、今度は国内に向かった時にね、このビデオ見てさ、いや、この国ってどういう方向にやっていくんですかって言われて、困っちゃうんですよね。何やってもね、結局、ものすごい時間がかかる話だよね。だから、その、人民、例えば生活レベルを、ムバラク以上良くしようって。まあ、観光事業がここのメインだから、産業ない国だからね。だから、それでやっぱり中国なんかみたいな製造業を持ってきて、鉄道に対してやってみるっていうのも、それはもちろんそれ必要なんだろうけど、
やっぱり僕はエジプトっていうのは、その日本みたいな国がね、全くその、無視無欲でさ、国家計画をきちんと立てて、50年計画をやっぱ立ててやるって、やっぱその、彼のレベルを認識しながら立ててあげるって誰かやってあげないと、いつまでもできないんじゃないかな。でその時に、まずもっともう、はっきりしてるのは、今までの、もちろん大学とか教育機関ってしっかりしてるんだよ。だけれども、その教育の中身をね、もう一度国民の教育を、その、デモクラシーの、例えば俺が書いてるデモクラシーみたいな教材使ってね、デモクラシーを、その、フォーダピープル、バイダピープル、キザピープルが言って何なのかっていうこと、それを、中国がどういう政治形態でどういうことしてるのかっていうことを、国民にもっときちっと教えてあげる必要があるんだろうな。で、何が足りないのかっていうと、やっぱりこう、基本的に教えてあげないと、そういう人材すら多分いないんだろうから。まあ、軍隊が支配してても僕は構わないし、中国に対して一党独裁でも、オーストラリアでも構わない。だけど、そこからどういうふうな形で彼らの国家を運営していくのかっていうと、一つ一つ、例えば、水の問題とか、環境問題とか、製造業の産業規制とか、そういうふうな、こう、所得をどうやって向上するか、インフレを抑えるとか、金利をどうするとかっていうこと、一個一個、やっぱりそれを対処できるような、それを管理できるような仕組みっていうか、組織をやっぱり作れるように、それを支えられるような、人材どう育成していくかっていうことはやっぱりすぐやってないかんないな。教育はね。一方でやっぱり計画をちゃんと立てて、何がまずこの国が、どういうし、リソース、人物の金がどうあってっていうふうな、とこからもう一度きちんと整理する必要あるんだよね。まあ、気が遠くなるような話だけど、多分そうなんだよな。で、ムバラクの時はやっぱりその彼が全部判断して、采配してたから、まあ、拷問とか迫害とか、反対するやつには徹底的にやったんだろうけど、一般的な、例えば経済とかそういうふうな、中国と一緒でさ、体制を批判しない限りはさ、うまく回ってたんじゃないのかな。そうですよね。やっぱ観光立国として、それなりの、地位は持ってたはずですか。今もう、かなり落ち込んじゃってる、ですよね。うん。国としての、なんか機能最低限は作ってたんだと思いますけど。うん。だから。だから火生やした人は、もう希望はあるかって言ったら、今のままじゃ全くないって、このままでいいことが起こると期待してはいけないって言ってましたけど、まさにその通りです。うん。だから、まあ、アラブの春の教訓としては、やっぱり体制が、さっき言ったように、狭い視野でね。うん。国家を見てさ。うん。で、失敗したわけだけど。うん。で、そういうふうなことで、まあ、失敗しちゃったんだから、今どうしてるかって言って。まあ、またオーストラリアに戻るしかないんですよね。僕の今の感じはね。うん。デモクラシーはわかんないんだもん、デモクラシー。例えば、バイタピープルだって、人民が、要するに政治的に白紙状態だから。またおかしくなっちゃいますよね、選挙だけやったって。でも、次は誰がエジプト面で見てるかって言ったら、アメリカなんですかね。アメリカってのは、また選挙してなんてことやればまたおかしくなりますよね。ただ CIA が入って、かつイランとかさ、南米とか見ていくと、アメリカが関与したから、必ずしも、デモクラシーじゃないんですよね。オーストラリアの。悪い奴でも、大統領にしてるんですよね。で、いい奴を大統領にすると、アメリカ関係もそうやって、アメリカは自分に利益あるなら、という視点でもって、エジプトに関与していきますよね。うん、うん。で、それは、ロシアもヨーロッパも、なんてもう、やっぱり、コロニアリズムの経験しかないから、海外のイメージですよね。だから、やっぱ日本ですかね。うん、僕、なんか日本しかないような気がするんだよね。だから、要するに彼らのためにね、大統領共有権じゃないけど、彼らのために出さないの。ただ、彼らの日本がやろうとした時に、よっぽど注意しないとさ、アメリカとかロシアに足すくわれますよね。中国とか。要するに、
彼らの国益に反すると思われるとね、うん、日本がまたその戦前みたいに阻害されますよね。日本人ってね。